さあ今日もじゃあシートの添削をしていこうかと思います。まずね、あの、水色の線でチャンネルライン引いてくれてますよね。こういうふうにガーッとあ。この捉え方がすごく大事なんですよ。え要するにトレンドっていうのは傾向って意味なんですけども、どっちに向かう傾向があるかってことを、この図の中から捉えられることと、それにどのあたりで気づいていたかってことですよね。まあ、自己解説ともなると、こうやって出来上がったチャートの中で線を引きますんで、わかりやすいわけですけども、 大体ですね、このあたりまでしか値動きが育ってないときに、今後どのように動いていくか、例えばね、上昇傾向にあるとか、今週は値上がりで終わるとか、値下がりで終わるとか、横ばいで終わるとかっていうのが予想できて、おおむねそれが当たるようになってくると、週間予測っていうのはできるわけですよね。そうすると、一日あたりの予測っていうのは、それに比べると若干簡単になってくるわけなんですよ。まあこういうふうにしてね、まずはデイリーから、あの、一日の中で、 完結するような取引をするんですけどもそれがねやっぱり毎日できていくと1週間の流れっていうのが見えてくるようになるんですよねそうなると結構強いですでちょっと前提が続きますけども振り返ってみるとね全てにおいてネックラインを超えたから上昇傾向にあることが継続してるってことが理解できるわけですよねまず1個目はここですねここにネックラインを引いた時にここを超えたらもうここを割らなくなるでしょでこういうふうになっていくわけですよで今度はここがネックラインになるわけですよ そうすると、ここを超えていって、超えたら今度ここを割らなくなるわけですよ。一旦下がってしまうね。で、さらに、まあ、ここにネックラインは引かなくてもいいと思いますけども、上昇していって、また下落はしたんだけども、でも実際ここが今度ネックラインになるわけですよね。そうすると、これを超えた時に、またこれを割らなくなってくるわけですよ。こういう風うにして、えっと、高値がどんどんね、こう、更新されていくわけなんですよね。で、それに連れて、それに連れて、えっと、何これ。 それにつれて、安値も更新されていくところで、あこの上昇のトレンドはしばらく続くなと思うわけなんですよね。ただ、それが終わったんじゃないかなと思わせるところがあります。それは、ここの高値を更新しなくなってるところなんですよ。ここで高値をつけて、そこにレンジを引くのは今までと同じなんですけども、今度ね、一旦値段が落ちて、あこれでさらにここを超えて、高くいくかな、そしたらまた倍でエントリーするんだけどなと思ってるところここを超えずにですね、 そればかりから高値を更新せずに今度の高値はここで終わってしまってそこから下に向かうわけですよそれであ転換が起きたかもしれないこっから下に向かうかもしれないなっていう覚悟はいるんですよでそのあたりでまたここで新しく下に向かう流れから上に向かう流れでまあ復活とは言えませんけどもね今度この横ばいが継続するっていう形を取っていけると思いますんで多少の混乱がここにあるかなってこなんですよ で、えっ、ー、と、一番最後のところに、ここね、矢印がいっぱい書いてますけども、今後、トレンドの方向に戻るのか、それとも、トレンドをそろそろ終了してね、反対方向に行くのかっていう大きな決断が待っています。その時に4時間とか1週間とかを見る必要が出てきたりとか、ここの動きがね、ちょっと細かくてわかんないなっていう時は、瞬間的に15分とかを見たり、場合によっては5分とかを見たりとかして、細かい検証をする。というふうに、1時間で取引をするときに、 こういったところでは大きな時間軸、そしてそれで分からなければ小さな時間軸を見ることによって、マルチタイムフレーム分析っていうのをやっていくわけなんですよね。ですんで、マルチタイムフレーム分析って日々やってるわけではなくって、だいたい、えー、1日足っていうのは1日に1回見るのがちょうどいいです。で、4時間に1回4時間足を見るのがちょうどよくって、1時間軸も1時間ごとに見てくると、もう本当は、ほぼね、あの、張り付きになっちゃいますんで、1時間で取引される方は、4時間を見て、 大体4時間に1回ぐらい1時間を確認するっていう形がいいかなと思いますね。はい、その上で、えー、今回頂い,いたシートを見ていこうかと思います。まず赤い丸をいっぱいつけてくれてますけども、あのインセント汚線がね、揃ってるところがすぐ目につくようになるととってもいいと思います。そのトレーニングとして まあ、つぶさに見ていながらね、こうやって丸をつけるところからスタートするのはよろしいかと思いますよ。で、レンジとゾーンはもう今、もうね、改めて言うこともなく、きちんと引けてますので、こんなもんだと思います。まあ、細かく言えば、レンジとかゾーンっていうのはね、あの、いくらでも調整が効くんですけども、まあそうですね、上下10ピップスぐらいの差だったら、これは同じと捉えてもいいんじゃなかろうかと思いますね。 ですので、この今4つレンジを書いてくれて、ゾーンも作ってくれてますけども、大体、どのようにね、レンジを引くかゾーンを引くかっていう基本が抑えられていれば、あとはもう OK ということでございます。大ブれはしないと思います。だいぶチャートが見やすくなったんじゃないかなと思いますよね。えー、っと,あと とはそうですねこの赤い線ですか赤い線が2本引いてますけども、うん、大きく見てこの緑で囲ったところが今大枠のレンジであるというふうに捉えられてこのレンジの中に小さなレンジがいくつかあってチャートを構成してるっていうふうに見ることはできるんじゃないかなと思いますよね。 そしてこうなってくると、本当にそうかどうかわかりませんけども、おそらくこれは材料だろうなっていうのがわかると思います。こういったヒゲがね、下に出て上に行くのも、何らかのファンダメンタルが作用してるんだろうかと思いますよね。もちろんカレンダーにないような、あの、外貨 EX とか私最近引用してますけどね、カレンダーにないような、わけのわかんない材料っていうのも存在しますんで、あの、これは何だろうっていうふうに原因不明な値動きがあるのも、 まあ、FX では、ね、特徴的なことだと思います原因不明なものもありますよとかね説明不,不能なものもありますよっていうのが混じってるわけですよだからこれがテクニカルをすごく混乱に陥れてるんですよね、まあ、ですんでテクニカルで解釈できるところがあしっかりとね8割ぐらい取れればまあ8割とは言いませんけどもね持ってたら6割以上テクニカルで解釈できれば勝ち越すことができるわけですからまずはそこを目指していって捨てるところは捨てていきましょう で今回ね、このヒゲなんてのは、私、解説不能ですからね、これ、なんだろうと思ってるわけなんですよ。でも、このヒゲ1本が、全体のテクニカルに及ぼす影響っていうのは、ほとんどゼロに等しいんで、まあ、気にしなくていいんじゃないかなと思いますね。あんまりね、細かいこと気にしすぎると、全体像を捉えるエネルギーがなくなりますんで、大事なのは、勝ち越すことですからね。常に勝ち越すこと。 常に勝ち越すことだけを第一目標に置いていただければよろしいかと思います。全部を解釈しないといけないっていう風に陥っちゃうと、その完璧主義に入ると、実はね、成長を止めることになりますんで、場数を踏むためには、やっぱりね、無視するところも作っていかないとなっていうところですよね。はい。で、毎日の相場解説では、多分ね、あ、これ前も聞いたなみたいなことが結構出てくると思うんですよ。まさにそれはマスターしといてくださいと。で、第イヤモンドみたいなのは、フォーメーションの中でもほとんど出てこないんで、それはまあね、 頭に入ってなくても大丈夫ですよ。ただ、たまに思い出してそういうのもあるんだなってことに気づければよろしいかと思います。知名度にはならないですから。あと、ウェッジとかね。ウェッジもまあ出てこないですよ。操作トップとかね。こんなのに気づける人ってのはどっちかってマニアックな方なんで、あの、気づいてる人がいたら、あ、ちょっとレベルが高いのね、ぐらいに思っていければよろしいかと思います。ほとんどはレンジとね、あの、ブレイクで説明がつきますんで。はい、じゃあ次は次のシートを見ていきましょうか。次のシートのレンジと像。これももう言うことはないですよね。 でここの赤い線っていうのは多分ね長期にわたってチャートに影響を及ぼすような指標になると思いますのであのしばらくは使っていってもいいんじゃないですかねえ特にね大きな値動きがドーンとね年間を通じてある時にこの辺りで使ったあの、まあ、赤い線レジサポラインとかねゾーンっていうのはこっちの反対側でも使えることが結構多いんですよ、まあ、ここ1年2年でもそういうことっていうのはたまに出てきますんで週足の時にはそういうのはね説明に使ったりします えー、あと他は特に言うことはないですねうん、はい、あの特に補足するところもこれ以上はないかなと思いますんで今回は綺麗にまとまってるんではないかなと思います、はい、今上昇トレンド中ですよねここねしかもこのファンダメンタルでできたこの山よりも強くこう特徴が出てるかなと思います特にこれから材料がない1日とか1週間、えー、と21週目ですね 22から26日までのこの1週間っていうのは材料がほとんどテクニカルに影響しないですから,から本当にテクニカルでこれねグイグイ登っていってるんだろうなと思いますねはいというところで今回の解説以上になりますいつもありがとうございますお疲れ様です